ちは。こんにちは。さあ、今年のオフ、はい、いろいろ騒がしかった、はい、大谷選手、ね、おめでとうでいいの、それとも、はい、なんていう、おめでとうじゃないよな、FA 移籍っていうのは。いや、おめでとうじゃないですか。おめでとうなの、自分の中でもおめでとうなの。いや、そうです、もちろん。あ、そう、正直僕はそう思ってます。あ、なるほどね、はい、じゃあ、出世したという感じ。まあ、そういう出世とか、こうなんかランクが上がったとかっていう感覚はないですけど、自分として頑張って、まあ、こういう権利を得て、そのことが自分としてはおめでとうっていうことかなと思いますね。他の球団から評価されたということがおめでとうなのかな、はい。まあ、それ以上にこう FA 権を取得できたってことに対するおめでとうの方が僕は最初は強かったですね。あ、まあ、その一軍登録でずっと活躍しないと、はい、まあ、FA の権利って取れないからな、はい。まあ、そういう意味でのおめでとうが強かったですね、最初は、はい。で、FA を宣言するにあたって、はい、なぜ FA を宣言したの？まずは、一番はやはり他球団のチームの評価を聞きたいっていうのがもうありがちですけど、うん、まあ、野球選手の本音かなとも思いますし、あとは宣言残留も認めていただいてたので、あ、うん、まあ、思い切ってそこは、はい、うん、しましたね。その評価を聞きたいっていうのは、はい、それはやっぱり取りたいところは最大のゴマを吸ってくるよね。はい、はい、って。そうですかね。ジャイアンツにゴマ吸られたみたいじゃん。いえいえ、そんなことはないです。そんなことないけど、はい、じゃあジャイアンツの評価っていうのはどういう評価だったの？まずその今年こう1年通して、まあ、僕もこう目指してた数字っていうのが、まあ、特に率でこう出てきて、うん、でそういった部分でもこう一番として、うん、頑張ってほしいっていうのは、そこのやっぱ思いはすごい伝わってきましたし、うん、ジャイアンツのその足りない、なんかこう足りないって言ったら失礼ですけど、こう打順がコロコロ変わった部分をなんとかこう補ってくれっていうのはすごく言われました。うん、DeNA の方もやっぱそういう話し合いをしたわけでしょ。まあ、その来年のこうどう使うとかは。まあ、もう今いるチームだったので、うん、そこまでの細かい話は一切なかったですけど、まあ、正直金額の話の方がメインだったかなっていうのは思いますね。これでどうやと。そうですね、はい。うん、まあ、宣言してから決めるまでに、はい、まあ、早い方なのか遅い方なのかちょっと分かんないけど、はい、割とこうスピーディーに決着ついたよね、はいはい。でも悩んでた。やっぱりその前に悩んでましたね。何に対して悩んでた。まあ、横浜っていうチームに14年間お世話になって、まあ、いわゆる恩情であったり恩はやっぱりもちろん今でもありますし、うん、最後までいて終わった方がいいのか、まあ、なんかもう自分の頭の中にはこう安泰とか、うん、こうずっと同じチームにいた方がやっぱりスマートというか、まあ、慣れた環境の方が、ね、まあ、動きやすいっていうのもあるよね。変な気を使わなくてもいいっていうのがあるからね、はい、そういう変な気を使わないっていう環境が変わらないってことが僕は自分にとっては良くないんじゃないかっていう、うん、性格的にか。性格的にっていうよりは、まあ、一回きりの人生、野球人生なんで、うん、やっぱりこう飛び込んでみたいっていう環境を変えて、うん、より、まあ、環境を変えるイコール厳しいことになるとは思ってたので、うんうん、その横浜が厳しくないとかそういう話ではなくて、どの職場でもこう環境を変えるってことは不安も伴いますし、うん、緊張もありますし、新しい人に見られるってことなんで、うん、そういうところに飛び込んでみたいっていうのはすごい強かったです。うん、でもまあ性格的には飛び込んだ方がいい性格はしてるよね。本当ですか？そうですか？本当ですかって自分がどう思う？いや、僕はまあそう思いますよ。そう思うでしょ、はい、はい。だってある程度その一番上になるわけじゃない、 DeNA だと。はい、もう年齢はほとんど。そうだよね、はい、そしたらもうやりっぱなしじゃない。はい、だからそういう環境からもう一度ゼロになってやりたいということだったんだね、はい。まあ、そこはかなり強かったです、はい。金銭的な話ではなかったということだよね。だから結局は、まあ、一番はやっぱそこ。もちろんお金は大事ですし、もちろん家族もいますし、でも気持ちの部分としてはそっちがもう断然強かったですね。そのさっき今話したことが、うん、お金
いやいや違う違う違うその環境を変えたい、その自分の野球人生のことを考えた方が強かったですね。まあジャイアンツ以外に来てたら話も聞いてた。もちろん聞いてます。それでジャイアンツに決めたっていうのは何か理由があるの？まあ、原監督にやはり欲しいって言われたってことは、かなり光栄でしたし、まあ、上昇軍団ですか、そういう環境で野球をやりたいっていうのもありましたし、まあ、坂本勇人だったり丸だったり、まあ、同世代って言いますかね、まあ、特に勇人とは野球をやりたいなっていうのは思ってましたし、昔からそういう思いはかなりありました。あの原監督とはこう話をしたの？はい、しました。どんな話になったの？それは電話？電話でも話しましたし、うん、まあその決まってからも話しましたし、うん、外から見てる印象と実際話した印象とは違った？いや、僕は一緒でしたけどね。あ、一緒だった。はい。暑かった？暑いですね。例えば印象に残ってる言葉とかあるの？お前さんは一番。お前さん、お前さんはっていうのは、ああ、あのままやなと思ってたの、テレビの。まあ、あとは野球の話はもちろんしてましたし、一番で出てほしいっていうのも言われましたし、その中でやっぱり出塁率だったり、こうまあ細かいところを何試合出てこう出塁率を出して長打も打てるっていう、まあそういうこともまあいろいろ言われましたし、声とかで熱さをやっぱり感じましたね、熱意というか。まあ記者会見の時にさ、泣く人って多かったじゃん昔。そうですね。はい、俺梶谷見てて泣くかなと思ってたんだよ、はい、まあ涙もろいですからね、はい、だから泣くかなと思ってたら泣かなかったよね。はい。それはもう気持ちの整理がちゃんとできてたっていうことだ。それとももう決めた瞬間家で泣いたとか、はい、そういうことはあるの？ないです。それはなかった。涙は一切なし。ないです。おお、よかったな、うん、泣くなよとか思って見てたんだけど、まあ、基本僕人前では泣きたくないんですよ。だから一人になった時泣いたかって。あ、でも今回は泣いてないです。泣いてない。そういうこともありましたけど、うん、あの何年も14年もいたんで、うん、プロの世界に車の中とかもありましたけど、うん、今回はなかったですね。なかった。はい。それはなぜ？これやってやるぞって気持ちの方は強いですね。いや、もう前を向いてるっていうことなんだな。もう整理もできてましたし、気持ちの、それはそっちの方がやっぱそっちにベクトルも向いてるんで、そういう感情にならなかったですね。なるほど、はい、でその髪型はそのままいくの？はい、これですか？うん、そうですね。なんか撮影とかだときっちりしとかなかったなと思っていや、俺笑ったんだけどさ、あのその前にリモートでなんかこう会見っていうか、はい、あのインタビューされてる時にこんな帽子かぶってこんな上向けて、あーそうですねとか言ってたのが記者会見ですよね。そうそうそう。それがいきなりそのなんか2ブロックかなんか知らないけどその髪型に似合わない、田舎者にはないような、はい、なんか髪型が出てきたの。それはこだわりあんの？髪型。いや別にこだわりはないですけど、うん、一応整えたっていうことです、うん、でヒゲも剃ったじゃない。剃りましたね。今度キャンプインするときにはヒゲ剃るの？はい、もちろん剃りますよ。あ、それは言われたの？いや言われてないですけど、うん、まあ、そういうチームなので、うん、そうらないといけないのかなっていうのがしきたりだと思うんで、はい、ヒゲにはこだわりはあるの？なんか、いや、こだわりはないんですけど、ヒゲあった方がまあ個人的に似合うと思ってたんですよ。あの2015年ぐらいから多分やり始めて全然似合わないと思う。あ、ほんまですか？ただ不潔なだけそれ良くないですね。よく、いや、なんでスッキリしないのかなとか思ってたの？いや、まあ、こうちょっと隠しとこうかなみたいな。なるほどね、はい、何を隠すの？顔を。顔をでも田舎でも大騒ぎになってんな。うわ、いや、ちょっと記事読んだらさ、はい、島根の方で、はい、なんかものすごいこう話題になり、はい、なんか田舎のスターになっちゃったじゃん。いや、島根ちっちゃいんで。いや、ちっちゃかがの方が多かろうがさまあ、ありがたいことにね、はい、でもスターだけど帰ってくんなって言われてる。まあちょっとこういうご時世で、ね、怖いからね、はい、今年は控えようかなとは思ってますね。あ、帰らないの？はい。凱旋しないの？凱旋しないです。あ、ちょっと、はい、あの背番号13に対してはどう？はい、王さんと長嶋さんがつくわけだからね。あ、そうですね。そう考えたことないですね。どう考えてたの？13。いや、もう単純に僕、あの
だ63-3ときて豊さんの3番をこうつけさせてもらって、でも僕もともと10番台の野手ってすごい憧れてたんですよ。そうなんだ、はい、メジャーを見てたら10番台の野手って結構かっこいいなってずっと思ってて、で10番台いいな、まあ、移籍するってなったらまず3番はもう問題外なので、僕はもう3番で永久欠番、永久欠番につけられないじゃないですか、うんうん、だから3にちなんだってよりは10番台欲しいなっていうのはちょっと思ってます。あ、そうなんだ、はい、まあ、13にこだわったわけじゃない。でも10番台の中では13番が一番いいなと思ってました。それはなんで3がついてる、うん、3もついてるし、まあ、A ロッドがつけてたりとか、まあ、2マチャードとかがいいなっていうのはずっとあったので、まあ、13番いいなと思いましたね、聞いた時。はい、まあ、でもそのしっくりくるやつは一番いいよね、背番号はね、はい、13って誰がつけてたか知ってる？その前に森福さんですか？知らないの？そのぐらい調べといたら。いや、全然それ興味ないんですよね。まあ、もうそんな性格だよな、はい、まあ、それはもう宿題ということで、はい、はい